と言われるね、踊りなんですけど、まあ、悪魔が出てくるかなと言って、そのなんて言うんでしょう、悪魔崇拝的なわけではなくて、まあ、楽しい感じのそういった音楽なんですが、これを使ったボイ・ポルニオ・ルーロ、日本語のタイトル、いいですね、オルーロへ行こうという、ね、非常に分かりやすいタイトルの曲です。これどういった感じの、どういった感じで作ったんですか？そうですね、オルーロ行きたかったんですか？いやいや、ですね、だから日本とか海外に住んでるボリビア人がボリビア人に作った曲ですね。だからごめんなさいね、こんなタイミングで咳して大丈夫ですか？僕5回あれ打ったんですよ、何ワクチン。どうでもいい話ですけど、ね、このところで最後にどうでもいい話、なんでかっていうと、ボリビアで2回打ったんですけども、それがロシア製だったんですよ。ね、スプトーニク V ってやつ。でもロシア製か中国製かって言うと、まあ多分ロシアの方が強いかなと思って勝手に打ったら、アメリカでは認めませんって言われて、日本でもね。で結局日本帰ってきて、ファイザーは日本打って、でボリビアでモデルナを1本打ったという話でございます。で、また話戻りますけども、オルーロに来たい。オルーロなんでかっていうと、カーニバルやってるんです、毎年。2月ぐらいかな、でやってまして、全国から集まるんですね。で、なんだっけ、ユネスコのあれじゃないですか、文化遺産、あれにも登録されまして、だからもう南米三大祭りの一つ、オルーロのカーニバルにぜひみんなで一緒に行って踊ろう、帰ってきてっていう、そんな感じの曲でございます。いいですか、休みました、これで踊りますか？僕は全然大丈夫ですか？そう、パンデニータの歌が大変だったら、これの後にこれは良くないなって今ちょっと、そうね、ちょっと思ったね。この流れは今日だけかもしれない。パンデニータちょっと早めにやって、次になんか吹いてもらうのがいいですね。こういうこともやりながら、はい、はい、じゃあボイ・ポル・ミ・オルーロ、ね、僕の私のオルーロにオルーロ行こうというような曲でございます。お聴きください、行きましょう。Oh, my God.